中国の近隣諸国が協力関係を強化しています。フィリピンはインドから約4億ドル、約460億円の新型対艦ミサイルシステムを導入しました。この取引はインドがアメリカやその同盟国との防衛関係の強化に取り組んでいる中で行われました。中共軍が陸上と海上の両方で、この地域で拡大し続けているためです。超音速巡航ミサイルは、インドとロシアが共同開発したものです。 フィリピンはこのミサイルを外国船の侵入を防ぐための抑止力として使用する計画です。近年、フィリピンは中共が自国の海域に民兵船を送り込んでいると繰り返し非難しています。中共政権は南シナ海の90%に対する領有権を主張しています。2016年7月、ハーグの仲裁裁判所は中共の主張には法的根拠がないと裁定しました。それにもかかわらず、 中共は厳重に要塞化された7つの人工島を造成するなど、南シナ海で軍事活動を拡大しています。南シナ海をめぐる争いは中国と他の6カ国が関与しています。フィリピンのほか、ベトナム、インドネシア、マレーシア、ブルネイ、台湾が領有権を主張しています。NTD ジャパンがお伝えしました。